グリシャンク、ヘルシンキでの2007年大会にて、マリアハウコースストレンブ、ベオグラードでの2008年大会にて、ノルウェーのユーロビジョンソングコンテストでは、ノルウェーにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ノルウェーは1960年からユーロビジョンソングコンテストに参加しており、2020年の時点では欠場したのは1970年大会と2002年大会の2回。 のみである。1970年大会では投票システムにことを唱えてのボイコットにより2002年大会では出場条件を満たさなかったことによりコンテストには不参加となった。ノルウェーは1985年大会ではボビー・サックスのラデット・スウィンチで1995年大会では シークレットガーデンによる演奏主体のケルト風の影響を受けたノクターンで優勝している。2009年大会ではアリアクサンドル・ルイバークのフェアリー・テイルは過去最高の得点を挙げ、またそれまでで最も多くの国から最高得点である12点を与えられ、またニートの得点差も過去最大となる3つの新記録を生み出し優勝した。他方、 ノルウェーは大会を無得点で終えた回数も最大であり4回に及んでいる。1985年大会での優勝までノルウェーはユーロビジョン大会での認知度を高めることに苦しみ6回の再会を経験している。1985年以降は良い結果も悪い結果も織り混ぜた成果となり1990年代初頭は順位は低迷したがその後は トップ10入賞が続き、シークレットガーデンの優勝がその絶頂となった。2004年大会で準決勝が導入されて以降、ノルウェーの順位は2009年大会でのアレクサンドル、ルイバークの優勝が最高であり、2013年大会でのマーガレット・ベルガーの4位、2008年大会でのマリア・ハウ・コース・ストレングの5位がこれに次ぐ。ノルウェーでの大会の放送を担当するのはノルウェー。 放送協会であり、大会に参加するノルウェー代表を選ぶメロディーグランプリを主催している。ノルウェーから高得点が送られた国々、ノルウェーに高得点を送った国々、出典、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。